はい、私はゲックネットワークという話をさせていただきますけれども、その前にまずゲックとは何かというところから始めさせていただきます。ゲックは京都エンサイクロペディア・オブ・ジーンズ・アンド・ジノームズのアクロニムですが、これを始めたのは今から23年ほど前、1995年です。で、当時から当時はゲノムプロジェクトがあったわけなんですが、私はそのゲノムがその生命の設計図だという考えには同調できなくって、細胞の中にどういう情報が入っているかというのは、我々は全て親の細胞から伝わっているわけですし、その生殖細胞系列ということで、我々の細胞は全て生命の起源の細胞につながっているわけですね。で、その細胞の中にどういう情報が入っているのかと。で、特にその中でこのモレキュラーネットワーク、分子間の相互作用だとか反応のシステムとしてのネットワークですね、その情報が重要だっていう観点で、ここのデータベース化ということをやってきた、それがゲックなんです。ただこれもなかなか分かりにくいという話があってですね、最近よく言っているのはこういう絵なんですけれど、こちらは細胞の形構造ですね。で、核があって、ここからゲノムの配列が決まると。で、それに対して我々はその細胞の働きをある意味可視化して、これはもちろん顕微鏡とか電子顕微鏡で見えるような話ではないわけですけれども、こういうその分子のネットワークを可視化してコンピューター処理できるようにすると。で、そういうことをしたのがゲックデータベースということになります。で、その今のこの細胞のネットワーク持っている分子のネットワークは、このゲックパスウェイというところに入っているわけですけれども、ゲック全体で大きく2つの部分がありまして、こちら側はその全ての生物、全ての生物はセルラーオーガニズムですけれどもに適用できる部分と、で、右側はこれは人ゲノム、あるいは人の疾患とか医薬品とかそういうところに関与したような部分、この大きく2つありますね。こちらはより基礎的な部分、こちらは応用的な側面もあると。で、こちらの特色はここに書いてありますけれど、オーソログという考え方で、 KO というもので全部ID が振られているという、それに対してこちら側は遺伝子、あるいは遺伝子 I の割、今回お話しするバリエントの ID があると。で、ですから、これの対比でいくと、ゲックパスウェイに対応したのがこのゲックネットワークというものです。で、その前にまずゲックネットワークっていうのはですね、もちろん細胞の一つの細胞の中の分子のネットワークというだけではなくって、まず生態レベル、あるいはその揺らいだネットワークという概念のもとに、この疾患のパスウェイというものも集めてきたわけです。例えばここにあるのは非小細胞肺がんのゲックのパスウェイマップです。で、この中でこういうふうにちょっと赤く書いてあるところがあるんですが、これがその遺伝子変異だったり、あるいはその融合遺伝子だったりして、疾患、この特にがん化に関係する重要な遺伝子のバリアントが書かれているわけですね。ところが、これはあくまでもゲックパスウェイの枠組みでやってますので、KO システム、KO の中でやってますので、これクリックしても普通の正常な人の遺伝子しかいかない、つまりバリアントの詳細情報は入っていないわけなんです。で、それをきちんと蓄積していこうっていうのは今回のゲックネットワークで、例えばここにアルクの融合遺伝子がありますけど、ここからこのマップ系のシグナリングに行くところだとか、あるいはジャックスタットだとか、PI3 系のパスウェイ、これはこちらの方は細胞増殖、こっちは細胞死を抑制するというような、そういうシグナルにつながるの部分があるわけですけども、そういうものをこう一つ一つそういうものをこう一つ一つですね、分解する形で、集めています。結局ネットワークというデータベースはこういうリニアな形で表現された、我々ネットワークエレメントという言葉を使っているんですが、そのネットワークエレメントの集合としてこのゲックネットワークのデータベースが書かれています。で、こういうふうに赤字で書いているのは遺伝子バリアント、で、こちら側にあるのはそのがんのタイプを示してまして、今これ非小細胞肺がんを取ってますので、これ全部このグリーンのところはその非小細胞肺がんの、に関連したネットワークエレメントであるということが分かります。
ここにもちょっとノーテーションが書いてありますが省略します。で、これをですね、今度はそのマップ系、ERK ですね、のシグナリングという観点でいろんながんで見られるバリアントを集めて、でしかもそれをこうちょっとアライメント表示しているというのがこの図でありまして、でこういうのはネットワークバリエーションマップとあるいは多い言葉で言ってるんですが、これもケークネットワークデータベースの一つの一つのエントリーのタイプです。でここにあるのはもう一度言いますけども、がんのタイプでいろんなものがあると。で例えば N の00014というのは、これは先ほどの非小細胞肺がんに関連するところなんですが、こいつをクリックするとこのネットワークエレメントの詳細が出てきまして、こういうエントリーになります。でここに、今の定義とか書かれていまして、で実際のバリアントはこちらにありまして、どういうミューテーションが入っているかということが書かれています。でこれらは全てこういう文献ベースに集めているものでありまして、論文から、これ全てパスウェイとかと同じですけれども、論文に書かれたこういうバリアント の情報、それがどういうふうにシグナリングにどういう影響を与えているかといった情報をこういうふうに蓄積していっています。でこれは今のネットワークバリエーションマップに薬の情報をこう付け加えた絵なんですけれども、特に、ちょっとそこからいくつかちょっと選んで表示してますけれども、EGFR 肺がんの EGFR ミューテーションに対する薬だとか、あるいはこちらはですね、この BRAF ミューテーションがある時の MEK カイネースに対する、薬っていうのがメラノーマだったり甲状腺がんだったりで使われてますので、こういうものを蓄積すると。でこの辺りはその実際に使われている薬という観点で添付文書の情報で作っています。それからウイルスのいろんなネットワークも蓄積しているんですが、特にがんウイルスにつきまして、例えばカポシサルコマ、ヘルペスウイルスですねの、とでこのそれからこのアルクの融合遺伝子と、ちょっとここに、ね、こういう意図的な並べ方をしてるんですが、結構そのごめんなさい、ちゃんと言ってませんでした。この緑で書いてあるのはこれはレファレンスのネットワークエレメントなんですが、こういうレファレンスに対してどういうバリアントのネットワークができているかということが書かれているんですが、結構似たようなバリアント、ウイルスのタンパク質と人遺伝子のバリアントがちょっと似たようなことをそのシグナリングネットワークの上ではやっているということが見えてきます。でこれはまた別の例なんですけれども、その代謝内分泌、代謝疾患 の例として、これはここに書いてますけど、クッシング症候群というのがありまして、これはコルティゾールの過剰に分泌されることによるいろんな症状が出てくるんですが、それに関連したバリアントを集めてきてて、でそうするとこのクッシング症候群は ACTH ディペンデントとインディペンデントの2つのタイプがあることが知られているんですが、それとどうもこのバリアントのどういう遺伝子のバリアントかということの関連が、なんとなく見えてくるとかですね、そういったことがあります。で最後にまとめですけれども、結局ネットワークというのは、我々このネットワークディジーズアソシエーションという言葉を使っていますけれども、ネットワークがどういうふうに揺らいでいるということで、その疾患と関連しているかということをやってます。でちょっとこう色が変わっているとかまだデータは集まってないけど、今後やりたいっていうところなんですが、一つは例えばバクテリアのエフェクターとかトキシンとか、これ例えばセグレーションシステムでホストの中に入るタンパクがありますけど、そういうのとバイラルタンパク質のウイルスのタンパク質の類似性とも結構あるということが見えてくることを期待してやっています。で、最後に、結局ネットワークはこういうふうにこういうデータを使ってですね、その、疾患の分子メカニズムの理解につないでいくことと、これでは我々直接はやるわけではありませんけれども、薬のターゲットディスカバリーだとかプレシジョンメディスンに使っていただけたらいいと思っています。以上です。